はい、どうも皆さんこんばんは、プチプチです。今回ですね、カードゲームのエコノミカというものでバトルをしていこうと思うんですけど、この動画の前にコアラさんとおすしさんの方でもやっているので、ぜひねそちらの方を見てから見てください。ということで今回みたらえさんにお越しいただいてるんですけど、今回どのようなデッキの構成でやっていきますか。今回はですね、はい、ギャンブルというカードがあるんですけど、ギャンブル、そちらをふんだんに取り入れました、はい、ギャンブルデッキ。おーまさにもう、はい、ギャンブル好きの僕にふさわしい。ギャンブルやらないです、僕全然ギャンブルやらないです。そちらと、はい、普通のスターターデッキと、なるほど、堅実なものとどちら勝つかというの。ということで今回罰ゲームが、負けた方には罰ゲームがあるんですけど、で対戦が今回お寿司さんと対戦していこうと思うんですけど、で罰ゲームを考えてきたのがコアラさんです。いやーこれは罰になるかなやばい、どうだろうな俺的には罰ゲームじゃねえんじゃねえかと思うんだけど、2人にとっては罰ゲームかもしれない。罰ゲーム用意してきたから。なるほど、ちょっと気になりますね結構。ということでじゃあ早速バトルやっていきましょう。というわけで皆さん早速バトルの方やっていきたいと思います。ではまずいきましょう。デッキからコストゼロのアセットを選んでください。ちなみに今回はどっちがギャンブルな？あ、もちろんこっちが。あー、なるほどね。手堅く普通のスターターでいきます。お寿司さん手堅いかな。手堅く堅実かな。どれにしよう。この3枚。で僕はこの3枚を入れます。よいしょ。シャッフル大事ですからね。まあ、ギャンブルのカードは4枚までなので4枚、はい、それをいつ引けるかは多分かなり重要だと思います。ギャンブルをする前にギャンブルしてるようになってギャンブルを引けるかのギャンブルね、はい、素晴らしい。さあでは4枚、はい、4枚引いてください。おっと、まあまあ引いてこんな感じになりました。これが結構いいやつ。こんな感じさあ、じゃんけんしましょう。はい、じゃ最初はグーじゃんけんぽい。よし、じゃあ先行でいきたいと思います。はい、方向じゃあ開きましょうか。オープン。よしよしよし。おお、かぶっ、ね、かぶってますね。全く一緒はゲームが動きづらいんですね。そうなんですか。そうなんですか。あ、そっか、両方にそうです、同じ効果が及ぶ。なるほど、はい、ということでじゃあ先行1枚ですね。はい、なるほど、そういうことね。もう準備ができているということでいいんじゃないでしょうか、うん、これが出ましたね、この一番端の日本株を捨ててこの子出します。うわ、いきなり定期預金ちゃんですね。定期預金いきなり来たな。定期預金はもう今からしといた方がいい最初からエンドで。はい、じゃあ2枚引きます。定期預金ちゃんと預金ちゃんもこうどっちが好きかみたいな。うん、あーなるほどここで恋愛ドラマが繰り広げられるということですね。いいですね。はい、ブラックサーズでなーぬ。おお、で2減るんで両方とも全員部2減るんですね。2減ると覇気になりますね。覇気ですね。全部覇気で、はい、マジ。おお、よし、これでまっさらに、ね、やばいな。よしよしよし、ちょっと怖いな。とりあえずまっさらにしてからの、とりあえずターンエンド、うん、では2枚引きます。まあじゃあこれを使いましょう、うんうん、ほうほうほう。ではではでは3分の1、この中から1枚お選びください。これじゃあせっかく復活したんで、ああ元に戻っちゃいましょう。うまいですね。エンドでこっちで逆にマイナス1だ2枚引きます。1枚捨てて、はい、日本国債でこれ出しての、日本国債さっきすぐ死んじゃいましたけど、うん、強いカードですからね。そうっすね、はい、これを生かしていきたい。なんか国の力じゃないと動かないらしいです。そうっす、国家がないとダメです。国家がないとダメ、はい、黄色プラス、黄色でプラスいくつって書いてあっても国家じゃなければ動きません。うわ、はい、あー、そうなんだ。ターンエンド、イベントとなんか価値がゼロに下がって破棄される場合、はい、手札すれば残るんです。そうです、そうです。なるほど、そういうことです。気づきましたね、よくね。ギャンブルと極めて相性が結構いいですね、はい、
え、ちなみにこれ自分のやつでもってことですよね。そうです、もちろんです。おお、はい、じゃあめちゃくちゃいいんじゃないかな。マジか。では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 、まさかすでに。じゃあ僕はじゃあこの遺産相続をコストとして支払って。おお、遺産取引悪い。で山札の上から5枚を1、2、5枚公開して、好きな順に公開ってことはもうこのまま見せます。はい、あったで、はい、並び替えて、で好きな順番になる。上から順ってことですよね。そうですね。いや、並び替えるのはプレイヤーが並び替える。僕がこっち、はい、こっちが並び替えます。じゃあ強っ。こうこう、あ、やっぱりこうこういきましょう。うん、違う上ってことですね。そうですね。はい、なるほど、はい、なるほどね。はいはい、ということで、そしてです、ギャンブルチャット出たー、代名詞。まあどれを選択しようかな、まあ、これは別に選択しなくてもね、うん、ギャンブルもう分かってるんで、何が出るか分かってるんで。なるほど、まあドルちゃんを選択します。なるほど、はい、そして一番目に出てくるものは、はいはい、ということでストックヒルに移動します。はい、イスクエッチカードが出てきたのでギャンブル成功ですね。はい、はい、いいですね、やっぱギャンブルって強、仕組んだギャンブル。ダメですよ、やっちゃダメですよ、現実やっちゃ。じゃあとりあえずあれですかね、日本株ちゃんを出してエンドで、マイクも1枚インベスト。おお、そしてスカッ、いいか、タレント、はい、エンドで。今のところギャンブルが調子いいですね。そうですね、はい、こっから負けるのがギャンブルですから。そうですね、お付け物です、はい、言っとくとフラグ回収しちゃう。んー、どうしようかな。とりあえずターンエンドで、はい、2枚ドロー。ギャンブルは様子見っていうのが一番重要なんですよ。まだだまだだ、ね、ここだみたいな。あーでも、んー、手札がとりあえずターンエンド、うん、では2枚引きます。切って定期預金、おっと、おして、貯金し始めた。貯金貯めとかないと後で苦しいからね。老後の貯金とかもしないとね、結構大変ですから。どれ、難しいんだよな、これどれも捨てがたいけど、いや、これを切ってやばいかな。あ、ちょっと待って、おお、こうで、とりあえずターンエンド。結構ギャンブラーなのにすげえ預金してるから手堅いんだ。もっとなんか新興国株とかめちゃくちゃ買ってんならギャンブラーなんですけど。預金しつつギャンブルをする最強ですよね。でギャンブルする。じゃあこちらで上げます。おお、じゃああれか。でまあとりあえずいいかな、絞んないとダメ。エンドで、はい、2枚引きます。動けないな、でもまあ、上げます。おお、ストック行きましたね、はい、並びましたね。よしよしよし、とりあえずね、ストック増やさないと。よし、これでどうしようかな。うん、タイエンド、まあ、現状のこのアセットを見る限りではお寿司さんへもちょっと有利です。あの新興国株はすぐ上がりますからね。はい、有利です。なるほど。こっちギャンブルに振った分ああいうのをあの打つカードはないので攻撃がないんですよ。そうですね、ギャンブルしかしない。面白いですねこのゲーム。奥向けだからすごい真剣になっちゃってる。本当にコストを使ってイノベーション。おー、来ましたね。これで上げていく。じゃあ黄色ちゃんも黄色プラス1ですね。黄色プラス1。ただこの日本国債は国家の属性がこいつにはついてないので上がらないですね。で、こっちが緑1です。緑1上がる。で、これが新興国株はプラス2になります。2上がる。4になります。うわ強っ。やばいな。これはちょっとやばいかも。ここで公共。おー、で、これを上げます。で、指定して大丈夫です。開けるのをどれにしようかな。あんまり上げたくないな。こいつの価値を
1個あげて、おお、なるほど、並んだ。で、ストックに払ってインサイダー取引。うわー、まただ。この流れはまさか。ワン、来るか、来るか。おお。フォ、バイブ。あー、来ましたね。じゃあイカ様、イカ様ギャンブルが。イカ様ちゃんと。イカ様ギャンブルが来る。はい。ですね。はい。やばいよ。これは面白いな、これは。さあ、来ます。でもちろんギャンブルを、はいはいはい、どれか指定しましょうか。じゃあ、敵を金ちゃん、敵を金ちゃんを選択します。はい、そして、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。完全なる茶番だった。エンドで、ほう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 、来い。これは正気見えてきたな。来い来い。こっちがギャンブラーみたいになってる。いや、確かに。ただ我々としてはインサイダー取引をしてギャンブルをしまくってる方が勝つというのはちょっとあれなので、教育上ちょっとよくないです。ぜひスタートで頑張っていただきたい。正義は勝つということを証明。ちゃんと貯金してますよ。まあそうですね。ためにやりすぎはよくない。これを切ってニート。うお、ニートニートは正義。やっちまったな。相手ターン終了までイベント発動できない。相手は、あ、全てのだから、これ全てのだから自分もっすよ。え、自分、いや、相手は、相手なので、はい、失礼しますか。セーフガード、はい、あー、俺のニートちゃんが、これ1枚1回しかできないんですよね。そうですね、1枚捨てれば、おっさんが捨てれば効果発動します。なるほど、はい、これはいい。カストに払ってても結構エグい能力。次俺がギャンブルやってた、やったらやばいっすよ。確かに、まだでもいける。これ捨てます。おー、捨てましたね。ミートを生かす。で、おじさん、今の段階でのニートはかなり戦略としては生きていて、どうしかって、こちら5枚あるんで。そうですね、2枚引いたら1枚捨てなきゃいけなくなる。イベントできないっていう。よしよし、とりあえずターンエンドで、で、僕イベントができるんですよ。そうです、引くことができます。はい、では2枚イベントがないっていうのは、イベントだけ攻めないといけないのは。かかりましたね、お寿司さん。僕は次のターン、プロフィールドに焦ってますこと。イベントを使う予定なかったんです。何、はい、イベントを使う予定なくて。何、そういうことです。血をして、あげてきた。インベストですね。で、これでやって、インベスト2つ、そして、お、4つになった。まさか、お、まさか、お、次この流れは。なるほど、そういうことか。ね、持ってるかと思ったよ。持ってないんですよ。でもまだよしよしよし、エンドで、はい、じゃあこのターンで決めなきゃだいぶやばいと。やばいっすね。やばい、来い。さあ、いけるかな。いけちゃう。ただ2枚ですからね、こっちは。2枚なんで、ちょっと少し危ない。でも提供金じゃない。まあそうですね、提供金じゃない。提供金は守りが堅いです。ガード大丈夫です。はい、ただドルがいなくなったのが、いや、これで、これ負けちゃうとお寿司さん。やばいやばい、罰ゲーム2回。やばい、ね、2回ですよ。辛い辛い、はい、とりあえず振り込め詐欺いっちゃう。なるほど、じゃあ詐欺いっちゃう。やばい、来ると思ったんだよね。向こうですか。向こうで、はい、中国。金融知力普及協会のマスコットキャラクターが。さすがキャラクターですから、ね、ありがとうございます。マスコットキャラクターですから、ね、ターンエンドだ。こちらがマスコットキャラクターですから、ターンエンドだ。じゃあ2枚引きます。いや、いい感じに来ないかったな、手札が。なるほど、金融知力の聖という名前になっておりますので、はい、あの大会に来ていただければちゃんといます。あ、マスコットキャラクター、はい、います、います。ではまあエンドで、様子見で。まだギャンブルは来ないと。2枚引きます。さっきの振り込め詐欺の失敗がやっぱ痛いですね。いや、でもどの道使えなかったんですよね、そのコストにしたやつは。まあそうですね、まあやっぱりでも詐欺はするもんじゃないことですね。はい、成敗されちゃう。学べますね。はい、かなり学べますね。はい、どうにもできない。ちなみに多分今あれなんですよ、当たりが僕2パターンあって、そのどちらかの1つが出ればもう危ないですね。やばいじゃん、やばいやばい、うん、いっちゃうかも。単行の空洞化でコスト1枚払います、はい、で、これを国内、なんちゃう、国内投資系の
カードコスト、はい、これね、黄色いカード1枚コストとし してドローを3つあげます、はい、さんちょっと待って、ちょっと待ってください、はい、おしさん、はい、黄色いカードをコストにするんですね、はい、なんで日本国債でも構いません、どちらでもいいです。あ、でコストにならないっていう、あ、まあこれはコストはコストなんで捨てられる、どちらでも構いません。なるほど、どっちでもいいです。難しい、これ。あれ、上さん、だってこれ、このままだけ3でしたね、はい、まあまあどちらだからっていう、そういうことです。ただ、こんなわけ、いても意味ないんだよね。どちらでも構いません、はい、まあこっちでじゃあ、はい、はい、じゃあドルが3つ上がりますので、ドルが上がってんで、ストックして、ね、はい、徐々に追い上げてきました。怖いけど、ターンエンド。おー、では、2枚、うん、こっちがギャンブルしてんじゃん。おわあ、やばい、今のはなんか来た気がする。まあ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 、そういうことですよ。やばい、勝ち上げます。おお、インベスト、あインベストしますね。あれあれ、5枚、終わり、終わりました。お疲れ様です。これは負けた、大会行こうかな。いや、全然動けなかった。おー、ちょっと危なかったかもしれないですね。まあ、いい感じに来なかったんですよ。巨大災害でこの預金殺しとけば、そうまだ生きてたかもしれない。でも結構でも防御策があったんですよ。破壊宣言されたカード。結構インサイダー取引とかでもこれでもう引いちゃえば、そうです、パッていけてる。ギャンブル強。ギャンブル結構ギャンブル強い。じゃあ早速ね、罰ゲームの方を紹介したいなと思います。今回僕がやった罰ゲームはこちらになります。これだ。二人ともボアラメイクしてしまいましたね。罰ゲームお寿司さんってことだったんだけど、もうね、プチプチ君のこともメイクしちゃったよ。くしょー、とばっちが。というわけで皆さん、罰ゲームね、僕負けてないんですけど、罰ゲーム受けちゃいました。ちょっと、なんかさ、これ罰ゲームって言ったらさ、俺なんかいつでも罰ゲーム食らってるみたいなよ。どういうこと？一般人にとってはだいぶ普通ですね。一般人にとっては、あ、俺が普通だと思ってた。これが普通だと思ってた。そうね、じゃあこの後このメイクのまま帰りたいと思います。はい、というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。まあ、今回僕の動画3本目なんですけど、一人一人ちょっと感想を聞きたいなと思って、じゃあお寿司さんから聞いてみましょう。はい、どうでしたか。いやー、エコノミカめっちゃ楽しいんで。ですよね。ちょっとね、個人的にまた普通に自分でやりたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあコアラさん、今日どうでしたか。いやね、皆さんね、はい、見てるだけでも多分楽しいだろうなっていうのは伝わったと思うんですけど、これはね、実際にプレイした方がいい。実際にプレイすれば結構ね、まあ、僕も結構な年ですけど、今この年になっても勉強することも多かった。ぜひともやってみてください。はい、じゃあ僕の感想なんですけど、もう僕 YouTube をすごい趣味でやっているんですけど、もう趣味に加えてもいいレベルですね、これは。普通に友達と楽しくできるのでやってみたいと思います。ということで、なんか大会があるらしいんですよ、近々。そうですね、はい、11月の11日の土曜日に、はい、日本橋茅場町のピンゲートというところで、はい、あの大会やりますので、はい、S マムカップという名前でやっておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、なんかイベントに、あ、そう、大会に出た時に何かその特典みたいなのってあるんですか。はい、優勝していただきますと、はい、賞金がなんと、なんとですね、なんと小学生だと20万円相当。えぇ、ー、やーばい、はい、小学生20万か。はい、まあ、中学生以上ですと10万相当、うん、なるほど、はい、得しかないですね。得しかないですね。はい、というわけで、お寿司さんとコアラさんのチャンネルは概要欄の方にあるので、ぜひ皆さん見てください。ということで、大会についても概要欄の方に貼ってあるので、皆さんぜひ見てください。で、なんとサンダーさんも来ていらっしゃるので、ぜひね、皆さんチェックしてください。ということで、また次回お会いしましょう。じゃあね、じゃあね。